はい、こんにちは、こんばんは、タカです。8月に入ってからドル売りの流れというのが少し出てきましたね。ここ数ヶ月ですね、ずっとドル売りの流れが続いていたんですけども、先月の月末31日に反転の流れ、ドル買いの流れというのが出てきています。この動きがかなり大きかったので、各通貨もこの動きに合わせてね、大きく相場の方動いているんですけども、ドルだけを見ていけば昨日の時点でも一手超えの形になってしまっています。昨日サポートされたポイントというのはここになりますよね。このポイントというのは、直近の一番安いところ、そういった意味だけではなくて、ここは先月の安値でもあるんですよね。ギリギリサポートされていますけども、ここを割り込むような形になると、これは月足の安値更新ということにもなってきます。そしてこの先月の月足の安値更新、この月足安値更新というのはもちろん先月もあったんですけども、このブルーのラインですね、ここが6月の安値。この6月安値を割り込んでから相場の方は加速しています。今月がね、どうなるかはわかりません。ただ先月がこういった動きしてますんでね、今月も警戒は当然必要になってきますよね。月末に戻ってくれたことで、高値はある程度意識されるポイントというのは見えてきました。大きな目線ではね、このブルーのライン、加速してきたポイントをもう一度超えてこないとね、本格的なドル買いの流れというのは見えてこないとは思いますけども、それだと少し遠すぎますんでね、直近の流れを見ていくと、ドルの反転を見ていくためにはまずはこの高値を抜けていかないといけない。ドル売りの流れも警戒ですね。先月の安値を割り込んでしまえば相場の方が加速するかもしれません。昨日の値動きはこの安値につらわせ、今日にでも割る可能性はあるということになりますね。このドル売りの流れには警戒が必要かと思います。はい、こちら通貨の強弱チャートになります。円やドルが売られて、ユーロ、豪ドル、ポンド、このあたりが買われる。こういった形ね、以前もよく見ませんでしたかね。先月、先々月、ドル売りの流れに合わせてね、ドルストレートの通貨というのはすごく上昇しています。この上昇の期間、ずっとこのような形が続いていたんですよね。マーケットはリスクオンの形が多かったです。そういった場合はこのドルも円も売られるような環境が多かったんですけども、例えば昨日であればニューヨークダウはもうかなり強い。直近高値に面合わせのところまで来てますんでね、マーケット自体はかなりのリスクオンの形だと思います。この流れが続く以上はね、ドル売りの流れも続くんではないかなと。ということは先ほど見ていただいたドルインデックス、安値を更新するような形にもなってくるんではないかなと今のところ考えています。そうなると月足の安値更新、月末のドル買いというのは潰された格好になりますね。そういった背景を考えていけば、今後もユーロ、豪ドル、ポンド、このあたりの買いを考えて、円やドルの売りを考える。ドルストレートのロング、クロス円のロングというのを見ていくことになるかなと思います。このあたり、チャートからも確認していきたいと思います。はい、こちら、ユーロドル、1時間足に日足を重ねています。昨日の日足、直近の高値を更新しています。完全に上の流れが出ていますよね。この高値というのは週足の高値、そして月足の高値でもあります。単なる戻り高値ではないということになりますよね。昨日の日足がそこを抜いたということは、そこにはそれなりの意味があるということになります。短期足を見ていくと高値を2回試す動きが見えてきます。安値を見ていくとこの上昇波の過程でもね、2回ほど試していますけども、この 1.17 この辺りにサポートが見えてきます。ざっくり見てしまえばこの 1.17 を割ることがなければ上昇トレンドの流れを見ていけばいいかなと思うんですけども、昨日ね、この高値を抜けてきたことで、小さな波でも上昇の形が見えてきています。つまり今のところね、この押し安値はこのあたり、1.17 のミドルあたり。ここを基準に上昇の流れを考えていけばいいのかなと。そしてこのラインというのも大事なんですよね。ここは8月の安値になってきます。もちろん短期足はね、もう少し下に抜けていますけども、日足基準で見た8月の安値ということですね。つまり日足の終わり値がこの 1.17 のミドル、ここを割り込まなければ上昇トレンドの波を見ていくことができると。今見ている波はこの上昇波ということになりますね。最後のターゲットはこのヒゲの部分の高値、これは7月の高値にもなってきます。ここを抜けてくればいよいよね、本格的な上昇トレンド、これを見ていくことになります。今日もまずはこの上昇の流れを見ていくことになりますので、日足で見ていけば高値の更新を見ていく。押すような場面があればもちろん一旦は買い、この高値を抜ける期待も十分持てるような形にはなっているということになりますね。はい、こちら15分足、4時間足を重ねています。今このトレンドが出ていましたけども、少し止められているのは前回の高値が目の前にあるから、この流れ自体はね、自然といえば自然ですよね。もう口癖のようになってますけどもね、重要なラインを抜くためにはそれなりの準備、時間がかかるんですよね。例えばこの重要なラインの手前でレンジを作るとか、サポートをしっかり確認した後に上の流れが出てくるとか、形はいろいろあると思うんですけども、抜けていくための足場がしっかり完成されれば上の流れが出てくるんじゃないかなとは思っています。
今日明日ぐらいはね、まずはこの上の流れがどのような形で出てくるのかを見ていくチャートになってくるのかなと思っています。4時間足の波を見ても押し安値はだいたいこのあたり 1.17 のミドルあたり、これは日足の押し安値とも一致しています。つまり日足基準で見た8月の安値、それなりに重要なレートだというのはわかるかと思います。まずはこの上昇の流れを見ていきたい。ユーロドルはロング目線で相場の方は見ていきたいなと思っています。はい、こちらユーロ円、1時間足に日足を重ねています。ユーロドルに比べるとこのユーロ円というのはとてもチャートは強く感じますね。8月に入ってからも日足は陽線陽線陽線と、基本的にはずっと上の流れが続いているんですよね。もちろん月末もこのドル円の上昇というのがありましたんで、ユーロ円も上昇しています。この上昇によって今までのこの抑えられていた高値を抜けてきた形にもなっていますので、今は完全にこの上昇トレンドを見ていくことになりますね。マーケットの環境から考えてもね、今はドルの売り円の売りというのが出やすい形にはなっていますのでね、まだまだこれ上の流れが続くかもしれません。今日も見ていくのはまずはこの日足の高値更新、今のところ売りを狙うような形は短期的な形以外では見えてこないですね。はい、こちら15本足、4時間足を重ねています。4時間足のトレンドで見てもね、上昇トレンドがはっきり見えています。8月に入ってから少し停滞する動きもしていましたけども、上に抜きできたことで、ここはしっかりした足場にもなっています。8月の安値、この辺りを割り込まない限りはね、ずっとロングを狙っていける形ではあるかなと思いますね。はい、こちらポンドドル、1時間足に日足を重ねています。ポンドドルも昨日日足が高値を更新してきました。微妙な更新ではありますけどもね、まずはこの流れを重視して見ていきたいなと思います。最後に目指す高値というのはこの7月の高値、ユーロドルと似たような形してますね。下に2回ヒゲをつけていますけども、日足では戻している、このあたり日足のレンジ相場と見ることもできますので、日足の終わり値がこのレンジの下限、1.30 のミドルあたりですかね、ここを割り込んで引けるような形になってくると、少しこの上値の重さというのが出てくるかと思いますので、上昇の流れを見ていくんであればね、ここをバックにロングを狙っていくということになりますね。はい、こちら15本足、4時間足を重ねています。4時間足、この上昇トレンドを昨日は僕は見ていましたね。この押し安値割れなければどこかで買いを狙っていきたいなと。この後の調整の流れが短期的にね、こういった下落トレンドを生んでいたんですけども、昨日の値動きというのはこの戻り高値を抜けてきた、つまり下落のトレンドが止められた形、ピンクの上昇トレンドを見ていましたんで、僕は昨日に関してはね、ポンドドルはずっとロング目線で見ていました。波のイメージとしてはこういった波のイメージを持っていたということですね。短期のトレンドを見ていくんであれば、この一番安いところを起点とした上昇トレンドが今は生まれているということになります。ちなみに昨日は僕トレードね、ここでロングのエントリーしているんですけども、これも下に2回試した後に、しっかりサポートを確認できていますよね。そしてそのサポートというのは前回の戻り高値、しっかりサポートされるべきところでサポートされた形を出した、こういった形僕は結構好きなんですよね。ポンドなんでね、少し根も荒いですし、ボラも大きいんでね、ポジションを大きく取ることはできないですけども、ある程度狙い通りのトレードはできたかなと。目標はこの高値ですね。抜けを期待していたわけではないので、ここで利食いをしています。今日に関してはこの高値の抜けを期待するような形もありますよね。先ほども言いましたけども、重要な高値を抜けるためには抜ける準備、形が必要になってきます。過去に2回高値を試している、次にこの高値をチャレンジするのは3度目ということになります。3度目って結構よく抜けたりもしますんでね。まずは高値のブレイクを見てね、このあたりの値動きを見てみたいですね。もしかしたらレンジ相場かもわかりません。もしかしたら下に抜けてきた後にもう一度反転の流れが出てくるかもわかりません。昨日のようなスパイク的な動きがあるかもわかりませんね。どういった形になるかわかりませんけども、形を見てロングを狙っていきたいなと思っています。はい、こちらポンド円、1時間足に日足を重ねています。ポンド円はもう綺麗なレンジ相場。ただしポンド円はこれ日足がまだ抜けていない。これが少し足を引っ張ってしまうかもしれません。チャートとしては強いので、ロングを狙っていきたい形ではあるんですけども、今この形でロングを狙っていくということは、日足が高値を抜ける、抜け期待のロングということになります。今まで見てきたユーロ、あとポンドドルもそうですけども、日足は高値を超えてるんですよね。そういった高値を超えたのを確認してのロングと、抜けを期待してのロングというのは意味合いが全然違います。そういった意味ではこのポンド円に関しては少し警戒はしないといけないかなと思いますね。ただしチャートは強いので、押し込んできた場合はロングを狙ってもいいかもわかりません。この138円にはしっかりしたサポートが見えます。逆に割り込めば今度はこのレンジが崩れることになります。この上昇波に対する押しというのがね、しっかりした下落トレンドになって出てくるかもわかりませんね。ということでこのサポートを割れる動きには注意が必要かなと思います。
はい、こちら5ドルドル、1時間足に日足を重ねています。昨日も5ドルかなり強かったんですけども、それでもこれ日足で見ていくとまだ高値は抜けていないんですよね。チャートはとても強いのでね、ロングを狙っていてもいい環境にはあると思います。下のサポートもしっかり見えています。 0.71 あたり。ただしこれもポンド円で話をしましたけども、今ロングを狙うというのは抜け期待のロング、日足自体はまだ抜けてないんですよね。そうなってくると現在はここレンジで見た場合はこれ高値圏になってしまいますんで、レンジの高値でロングをしている、この意識はやっぱり忘れてはいけないかなと思いますね。むしろドルが買われるような環境、今までの流れの反転という形がもし出てくるんであればね、こういった頭を抑えられた形になってしまっているこういったチャートは、売りの候補になってくることもよくありますんで、今のところチャートはまだ強いです。この上昇波に対しての調整の動きですんでね。ただし日足はまだ抜けていない、これをどう捉えるかだと思います。まあ、高値でのショートというのは少しギャンブルチックかなとは思いますけどもね、まあ、ロングを狙っていくには少し注意は必要かなと思いますね。はい、こちら5ドル円、1時間足に日足を重ねています。この5ドル円が一番弱いですね。この戻り高値にまだ全然届いていません。直前の波を見ていけばこの上昇波が見えてきます。調整の流れは入っていますけども、押し安値はまだ割れていませんので、目線は上で継続でもいいと思います。ここの波には底が見えてきます。足場を作っての上昇の流れということでね、チャートとても綺麗なんですけども、ただまだ抜けていないんですよね。ほんとこれをどう捉えるかだと思います。ここまで解説、ユーロ、ポンド、5ドルとね、順を追って話をしてきましたけども、これ強い順にね、今日は話をしています。5ドルはとても弱く感じるんですよね。ただ通貨の強弱チャートを見ていくと、8月というのはね、おととい、昨日と5ドルは買われています。逆な言い方をすれば、買われているのに戻り高値をまだ抜けてこない。僕はここにかなり違和感を感じてしまいますね。こういった気持ち悪い違和感というのは僕はあまりトレードする気にならないので、まあ、かといってね、まあ、チャート自体はとても強いのでショートを狙うような形にもなっていない。5ドルに関しては今のところまだ様子見が続いてしまうかなとは思っています。はい、ということで今のところこの日足の戻り高値を抜けてきているのはユーロドル、ユーロ円、そしてポンドドル、この3通貨になってきます。チャートはとても強いのでね、まずはこの3通貨を中心に見ていこうかなと思っています。警戒はドル買いですよね。まあ、そうなってきた場合、この直近の高値、8月7月のこの高値の面合わせといった形にもなってしまいますので、まあ、いわゆるダブルトップ、まあ、そういった形になる通貨も増えてきてしまいます。今のこの場面からドル買いというのが出てくると、チャートは一気に崩れる可能性も出てきますので、まあ、そこは注意が必要かなと思います。もうここ最近ずっとそうですけどもね、やっぱりドルの動向には注意が必要かなと思いますね。今回は以上になります。ドル円に関しては別の動画で出していますので、概要欄の方にリンクの方を貼っています。それでは今日も頑張っていきましょう。